ちょ目覚ましってさ、こんなリズミカルじゃないとダメ。おはようございます。皆さんお久しぶりです。今日も一日、頑張ってやっていきましょうということでスタート。すごい、これすごい、やめよう。はい、 68.4。 はい、いきます、いきます、いきます。よしよし、いて、よし、朝は気持ちよくね。カーテン開けてこう。誰？あ、俺だ。ということでね、本日も寒いっすね。ああ、しみるわ。はい、それでは、恐縮ながらもね、朝食を作らせていただきたいと思います。すいません。はい、イエーイ。で、卵だけにね、塩コショウ入れんの俺珍しいっしょ。なんかあー、やばい、入れすぎた、ガチで。はい、今日もね、ちょ、待って、ブレーカー落ちたわ。何、やばいやばいやばい、卵だけ作らせちゃう。すごい、なんかオムライスみたいになってる。危ない、危ない、オムライスになるとこだった。これね、やっぱチーズ入れるとね、マジでうまいから。うん、ちょ、一回食う前に準備しちゃうわ。うん、うん、もうちょいあったかくなれ。時間ないからもうちょいあったかくなれ。お湯熱熱。いきます。ああ、最高。はい、着替えました。あ、全然足りねえわ。はい、着替えました。あ、ちょっとセクシー締めよう。はい、それではね、今日も朝食いただいていきたいと思います。いただく。あ、うまそう。うん、はい、チーズ卵焼きいただきます。うまっ。卵焼きってよりかはオムレツみたいな、そんなイメージ。はい、最近注目の波多野が出ております。まあ、波多野選手ね、プレー以外でこう騒がれがちですけど、やっぱプレーもやっぱりね、気迫あるプレーで本当に素晴らしいキーパーだと思います。そうそういないっす、やっぱりあの大きさで俊敏性っていうのは。はい、波多野が吠えております。ごちそうさまでした。ちょっともう時間ない。やっぱ歯を磨かせてください。はい、それでは練習楽しんでいきまーす。よしよし、今日も快晴、多分。はい、帰宅いたしました。疲れた。最終形は肩関節と肩板筋、いわゆるインナーマッスルと言われるところを肩がこう内旋する、上腕骨内旋するって分かりますよね。で、上にあるのは棘上筋、上縁筋ってありますよね。肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、上縁筋、この4つですけど、それでスポーツでこの、肩の棘下筋のところ、棘下筋が結構応酬しているということですね。これがあります。それではすごいなんかちょっとみやぞんみたいな髪型になってるけど、とりあえずね、もうお昼の時間なので、お昼ご飯を作っていきたいと思います。本日はこのうどんですね。うどん、この10円ぐらいのうどんを使って、はい、うどん作ります。あっつっ、はい、ということで本日の2食目、うどん、ほうれん草、ヨーグルト、以上。いただく。もうね、うどんを皿でいく時代は終わったんや。うどんは本当に作るの簡単だし、安いし、本当にもう学生のやべえ今月金ねえどうしようとかなった時に、もううどんあったらもう一発イージーだよ。イージー、人生イージーだよ。そう、切羽詰まったらうどん食えっていうね、そういう教えを提唱していきたい俺は。ってことでネットフリックス見たいと思います。そう、最近ね結構映画見てて、ちょっとおすすめの映画ちょっと皆さんに紹介したいと思うんですけど、最近おすすめの、見た中で面白かったのは「マザー」っていう映画あるんですけど、あれはね、あの映画は本当面白かったですね。いろんな感情になりましたね。そう、なんかこういろんなやっぱ感情動く映画っていうのが自分面白いと思ってるんで、マザーっていう映画面白かったですね。あとは最近見たのなんだ、あ、ジュラシックワールドだ。恐竜とかそういうの好きな人はおすすめですね。まあでもね、大体基本的にはあの展開はワンパターンなので、はい、そんなに何回も見る必要はないかなっていうふうには思います。あとは、ネットフリックスにちょっとないんですけど、自分が個人的に一番好きな映画は、猿の惑星ってあるんですけど、猿の惑星のジェネシス以降ですね。が、僕めっちゃ好きで、もう何回も見てるんですけど、ぜひね、そういう SF とかそういうの好きな人は見てほしいなって思います。鬼滅の刃もね、いつか、映画見に行けたらなっていうふうに思います。そんじゃあ今日もやっていきますか。やっていくか。あぶれつる。あー、つる、マジでつるか。やばいやばい。早いってレスト短いって。あ、飛べー飛べー、もっと飛べ。はあ、2、1。残り20秒。4、3、2、1。残り20秒。ウェルダン。はい、それではね、ミーティングが終了いたしまして、もう夜になってしまったのでね、夜ご飯を、作っていきたいと思います。本日はハヤシライスを、作っていきたいと思います。はい、はい、玉ねぎをまずは切ると。はい、はい、そうしましたら、ここでバターを鍋に投入していただきます。はい。で、このバターで玉ねぎを炒める。うん、はい、これがね、畠山ポイントでございます。はい、でお肉を投入していく。ハヤシライスの箱なくしちゃったんで、水どれぐらい入れていいか分かんない。適当にさあ、これでどうなるかよ。あ、でもいいぐらいかも。完成だ。はい、ハヤシライス、オクラ、やみつき塩キャベツ食います。 J リーグをおかずにいただきます。今日はね、フロンターレと F マリノスを見ながら食べさせていただきます。ごま油、白だし、塩コショウで味付けしました。うまっ。オクラは飽きた。じゃあこちらいただきたいと思います。トマトの琵琶湖製、やっぱバターで炒めたことによってこうなんか香るんですね、やっぱりバターが。うまっ。エリキどうした？エリキ大丈夫か？エリキ、マルコス、ジュニオール・サントス、多国籍の暴力みたいな。ハヤシライスうまいわ。ハヤシ下家に感謝。得点ランクオルンガ23点。どうなってるのこれ。一人だけなんかずば抜けてんの。ていうか F マリノスってキーパー年間でどんだけ変わるんって思ってるんですけど、いやー、家長今日もかっこいいな。あ、違う、これ森田だった、間違った。ごちそうさまでした。フロンターレさん、長谷川達也いなくなったと思ったら三笘入れてくるのやめませんか。はい、もう寝たいと思うんですけど、寝る前にこの先輩から少し借りてる平常心のコツってやつを少し読んで眠りたいと思います。はい、眠たい。今日も一日が終了しました。はい、皆さんはいい一日を過ごせましたでしょうか。はい、またね、明日からまあ皆さんいろいろあると思いますが、まあ人によってはゆったりと、また人によってはまあ忙しい人もまあいると思うんですけれども、自分に合った生き方でまあね、無理しすぎずに、まあ、自分に合ったペースでやっていきましょう、明日も。はい、ということで僕はもう寝たいと思います。概要欄の方にインスタの方ありますので、フォローの方よろしくお願いします。まあ、気軽にね、なんか質問などしてくれたら、返しますのでよろしくお願いいたします。おやすみ。アデュー。